はい、せーの、ニジマーありがとうございます。私がケロドネを、そしてなんで今日のゲストはこの方でございます。岡山が生んだ奇跡のマサイク、マタトです。マタトさん、来てくれた。お願いします。ういっす。怖いんですよ。何か圧力が。いやいや、盾だから。すいません、ありがとうございます。すいません。もう YouTuber としてはもう大先輩なんで。いやいやいや、もう全然そんな。今日はちょっと本当に気合入ってますけども。気合入っとんじゃん。ちょっともうマタソさんですよ。ごめんなさい。バリアにくい感じのノリ。俺は嫌やで。これ逆の立場やったら嫌やわ。いや、持ち上げられるの嫌やわ。僕のことってしてくれてました？いや、もちろんそりゃ。だってうち昔からフォローしてますよね、ツイッター。いや、なんかそう、ありがたいことにしてくれてて。そう、もともと知っとって、それこそ歌ってみたもずっと見とって。そう、動画もちゃんと見とって。ニコニコ好きなんですよね。ニコニコ好きじゃし、踊ってみたとか歌ってみたも、どっちも学生時代からずっと好きで。だから知ってます。踊ってみたって、何最初投稿したの？それを今から見ます。いや、いいです。踊ってみたの投稿してたの？そう、あの、ニコニコに、高校生の時に踊ってみた何個か出しとったんだけど、ちょっとあまりに恥ずかしすぎて、うちのこのマータソっていうのが出てから、はい、もうほとんど削除した。消したんか。あ、でも1個だけ残った。おじゃあそれを見よう。やるじゃん、やるじゃん。制服で踊っとる。へぇー。ギガンティコチ。マジかよ。だからちょっとこう、なんかお互いこうフォローとかもさせていただいてて、いつかご一緒できたらなと思ってたので、今日はちょっと、いや嬉しい、ほんまに嬉しい。ありがとうございます。ちなみになんですけど、その僕らの曲とか多分何か、怖い。何でもいいんですけど、一個だけ言ってくれたら、何でもいい、嘘でもいいから。え、二人のやつ？いや、どっちでもいいですよ、どっちでも。あ、でもあのお世話になったのは小悪魔。ああ、そうそうそう、あ、そうかそうか、やってるもんね。はい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 。個人的に好きなのは爆笑。ああ、すごい、そんな伸びてないよ。本当に見てくれてるやつかもしれない。個人的に好きなの。まだ、すいません。いや、でも見てます。ああ、よかったよかった。思ってる以上多分見てます。うち、本当っすか。そうだって、今日初めてお会いした時に、こんにちはって言ったら、あ、めいちゃんだって言われて、いや、俺がマータさんだ。そうだ、俺からしたらね。いやいや、そんなそんな、びっくり。いや、でもそう、なんか、なんかこう、なんだろう、直接聞こえます。これ、なんか、臭い。なんか、息臭いな。あの、直接ここの関わりないけど、一人挟んだら知り合いじゃなと思って。確かに、ジン君とかね。そう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 、スマイピースもコラボしとったし。踊ってみたもんね。そう、バケ会。そう、あ、そうだ、バケ会めっちゃ仲良くって。そういうこと、さっきイリポン先生と連絡取っとったりして。イリポンちゃんね。そう、踊ってみたの人たちも俺結構こう知り合いの人多いから。そうですよね、もしかしたらっていう。そう、なかなか、なのに会えずだった。初めましてですよね。すれ違ってもない。ないないない、ないです。あー、すごい、めちゃくちゃ初めましてなんで。あー、すごい。いや、話しやすい。話しやすい。ずっとトークでいいっすね、今日ね。めちゃくちゃ話しやすい。なんだろうな、ということで、はい、今日マータさん来てくれたので、はい、ちょっとこういう企画を用意しました。はい、マータさんが顔の半分をメイクして、その半分を俺らがメイクしたらどうなるのかということで、まあ、例えば僕をメイクしてもらいます、はい、マータさんに、はい、でも顔の半分しかやってもらえません。でも逆の半分はメイちゃんにやってもらうみたいな。おーおー、うん、ってしたら悲惨なことになるんだよ。いや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 、わからんから。顔はキャンバスですから。まだ、え、なんだよ、ギリギリ悪口。そっちの方の人も怒ってると思う。メイクアップとか、いやいや、しい。俺もなんか、どっちに転んでも。みんなが悲しいボケでしたね。みんなが傷ついたボケでしたけども。まあ、僕だけとりあえずやってみて、なんかありやったらメイちゃんもやってみようかな、みたいな。逆に、マータさんと、ゲロがメイちゃんの顔みたいな。まあ、やっぱメイクと言ったらマータさんみたいなとこあるんですか？いやいやいや、そんなことはございません。自称なんで、あくまで。はいはい。美容系という。いや、そう、そうだよね。そこでこう、バーンってなってる人たちなんで。いや、そんなことは。だって俺らさ、こういうのしたことないやん。される側はさ、バケ会にやってもらった。確かにね。あ、そう、される人にしたことはね、ない。確かにそうじゃ、女装もさせられてた側。そうそう。そうかそうか。でもメイクは何やったっけ？地雷系？キャンバスやろ。あ、そう、キャンバス。キャンバスなんで、自分なりに頑張ろう。ね、キャンバスってことですか？
キャンバス。なんなの？なんかふわ。緊張してるの？マーコソさんが来る。緊張してるんですよ。緊張してるんです。じゃあここ同い年なんですよ。びっくりですよね。どないな？ここ実は同い年じゃん。めなんかね、若者の飲み会に来たうざい先輩みたいな。話がずっと増え続けてる。大丈夫、よいしょよいしょ、ね、ドラゴンボールの話しよう。あんまわかんないな。みんなわかんない。肉ちゃま、これテーマ決めた方がいいんですか？テーマ、そう、なんかメイクの。確かに。ああ、はい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 。一個決めて、もうメイク自体はしてもらってるんでね。はいはい、そうそう、ベースはもう仕上がっとるから、はい、こっからプラスでやっていく。やっぱりちょっとこうキメキメな感じ。どう決めたいんですか？そう、どう決めたい。なんかテーマが、ちょっと韓国アイドルみたいな。20代の層行きたいんですよ。20代の層行きたい。あ、欲にも見える。36のおっさんだ。36のおっさんだけど20代前半の層行きたいんですよ。若作り、うん、若作りコムドット層行きたいんですよ。ギリギリ、あ、なんか入んない？入れない、入れ急に挨拶あれ？ヤンソー、ヤンソーみたいな。めっちゃ浮くめちょっとこう、アイドルっぽい、なんかキメキメな、派手めなやついいっすか？じゃあ了解です。え、じゃあどっちもそのテーマでいけます？自分の思う韓国。あ、そうですね、韓国とか。そうですね、まあ、アイドル系にしますかね。アイドル系にビジュアルでもいいですよ。ビジュアル系です。ちょっと待って、その全部笑うやん。いや、ゲロちゃんの顔を見ながらいじくる人。イメージが。いやいや、ちゃんとやって、ちゃんと。まあでも、まあ、うん、似合いそうな感じ、イメージありますよ。まあで、まあでももうあんまよくない。まあでも、なんとかみたいな。じゃあまずはこう僕の右顔をマートさんやってもらって、終わってからメイちゃんに頼むぞ。いやいや、仕上げは俺、このバトンタッチが大切だから、ね。まあ、確かに確かに、統一感を出さんといけるからな。そうそうだと。どうしよう。でもうちもあんまりそのメイク上手ではなくて、まあ、自分のね顔を、そうそうそう、はいはいはい、慣れてるだろうけど、そう、人のってなって、さらに初めましてやし、初めましてやし、しかもアイドルになりたいっていうから。アイドルになりたい。そう、結構すみません、ちょっとやらせていただきます、ほんならば。いや、顔がなんかずっと嫌だな。え、なんかあれですよね、ずっとなんか集中線で撮る顔してます。誰が集中線で撮る顔やねん。ずっと思ってたんですよ。ずっとなんか集中線で集中線顔。それ何ですか？あ、これアイシャドウです。アイシャドウ、目元大事だと思うんで、はい、ちょっと目元から。か、髪とか止めなくて大丈夫ですか？あ、大丈夫。あ、大丈夫ですか？分けられてるんで。でもうち下ろしてる方が好きです。あ、嬉しいんだけど、これでスタンプ出そう、トミ。小銭を稼ごう。いやいやいや、いけるから。無理。どうしたらいいんだよな。いや、アイドル。なんか面白い。でもあれよな、今まで地雷系メイクとか。あ、やってました、やってました。濃いメイク多いですよね。そうですね。そうですね。コンセプトに合わせた。うん。地下アイドルみたいな。うん。ガッチガチの。そうそう、バケ会にはそれやってもらったかな。え、バケ会はもともと仲良かったんですか？まあ、イボンちゃんは僕あのイベントとかで何回かお会いしてて。あ、イベントで。そう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 、そのなんかニコニコ超会とか、うんうん、ああいうのでちょっと2人ともお会いしてたかな。あ、ね、そういうことか、そこでつながる。そうそうそう、俺ダンス教えてもらってましたよ。え、あ、そうだ、ゲイさんに。え、そうなんじゃん。はい、それで仲良く。そうですね、それとかも、まあ、先生みたいな感じだったり。そうなんじゃん。はい、ちょっとメイちゃんにいつかダンス教えてほしいな。すごく不器用で、そこだけ。他何でもできんねんけど、ダンスだけできんねん。運動音痴ってわけでは。いや、多分運動音痴なんですけど、決まった動きだけするって、その極めるのは得意なんですよ。ほうほうほう。早く走るとか、うんうん、遠くに投げるとか。あーね、苦手なんだよ。寝ちゃう、まあ、寝ちゃう。あ、でもなんかもうオルゴール流してあげたい。めっちゃめっちゃ。ちゃやってくれる。いやいやいや、恥ずかしいな。やってくれるんだみたいな。何でもやってくれるみたいな。やっぱ若者の居酒屋に来たって。のいい先輩になってあげないと。久々にこんな面白い愉快な人に。愉快。そう、本当愉快ですよね、なんか。なんか二人ともこう。全てが大きいですよね、こうなんか
リアクションとか笑い、そうなんですよ、だよね。まあこれカメラ用なんですけど、おいおい、マジで、あれダメだよ、ダメなんですかこれ、だとしてもダメ終わった瞬間フッとなったらなる、 YouTube ってダメだから、夢なんだよ。結構やっぱりその一個一個こうパキパキやっていくんですね。なんていうんだろう、一個一個パキパキ、一個一個、そうですね。でも色パキって出てますもんね、うん、でもやっぱ目元なんだな。そう、目元で変わるから。涙袋、涙袋、やっぱ涙袋大事なんで。へえ、濃すぎるぐらいパキってあげる。うわ、え、ちょっと目開けてもらっていいですか？間違えてる。あ、もうすいません、おーとか、すいません、おーおこっから毒ですわ。あ、でも、でも毒袋。あ、でもいい。本当？いつもと違う印象の。こっちとこっちで全然リアクションが違うんだけど。毒袋。毒袋って。こっから毒を飛ばす。怖いな。個性ね、個性。いるな。ね、あ、出た。うわあ。こうや、まあ、やりにくい。うわあ。わあ、ごめんなさい。なんかやばいことなったの。うわ、大丈夫、大丈夫か。上向いた方がいいな。そう、上向いた。あ、でも、あ、でもいい、いいですね。うん、いいです、いいです。あ、でもなんかいいんじゃない。あ、いい感じ。うん、すごいいい感じの。若い層にね。ね、もう。今日で刺さっちゃいかもしれない。今日めちゃくちゃ好きになってもらえない。若い世代、え、年齢層っていうか、その見てくれてる視聴者層ってどのくらいなんですか？ミクチョモは20代前半から、うん、あ、でも10代前半、後半から20代半、あと50代後半。え、なぜ？なんやろ、俺かも。36の。あ、でも確か受けそう。なんか綾小路君まろ。あれはもう70代とかにハマってる話屋さんなのに。そう、なんかでもハマりそうな感じが。いや違うよ、今だからイケメンになろうとしてるからね。あ、入らんと。やっぱ心からやっぱイケメンになんないですね。あったのか入れて。お、情熱の赤。あ、でもすごいやりやすい顔してくれとるから。おー、すごい。あ、でもほら、とってもいい顔してる。うわー、10代のファンつきそうっすよ。なんで笑うてはりますよ。なんか悪い顔してる。なんでじゃあ君は笑うてる。あ、目つぶってもらって。いい感じなんやなと思う。いい感じ。俺は分からんからな。え、でもいいんじゃない。鼻筋とかやってた。鼻筋？鼻筋。そう、やっぱこう骨格がああいう人はこうはっきりしてる。もともとはっきりされとるんだけど。ハイライト？ローライト。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 ここに入れて。お、知ってる。そう、高く見せる。ノーズシャドウだ。そう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 。え、うちマジでふざけずにやってますよ。いや、そうそうだよね。ちゃんとやってます。あ、でもほら、ちょっと高く見える。お、ほんとだ。ちょっとの差で、ちょっと不思議な。あ、でもなんかもう、なんかもういいぐらいの。おこっちなんだけど。おなんかすぐできちゃった。女装とかじゃないから。確かにもうね。右側。じゃあ、マータさんのこっちはもう完成。もう完成。なんか、じゃあ、めいちゃん。うん、めいちゃん。はい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 。いいんすか。うん。なんか何でも。いやー。インサート撮っとく？箱見。いいですか？ちょっと、はい。え、でも普通かっこいい感じになってる。そう、こういう時の顔良くないからな、なんか悪い。ゆっくりこっち向いてもらっていい？鼻ヒクヒクさせるのやめてもらって。ちょっとなんか…ミクチャマ、おー、こんなにもらっていいんですか？俺こんなにやる。え、道具とか。これはね、ライターで炙ってね。あ、もうやめて。そんなんやめて。いやでもマブだ。もうやよ、ほんま。そんなんだってまたそちゃんやったらええけど。いや俺っすよ。めっちゃ怖いと思う、この前。そう、失したの、どうする。失ったの、失うこと。失っていうの、失どうするの。なんで本読み。左を失したの。どうする。これなんですか。それマスカラですね。あー、じゃあこれ使った方がいい。マスカラってまつげ
よ。いいですか。そう、どうぞどうぞ。アイドル、これ伸ばすやつだ。そう、伸ばすやつだ、ね、あ、こうつけるやつだな、こう。はいはいはい、そう、だけど最初にこれをやってその後です。あー、めっちゃそれ怖いわ。ダンスダンスダンス、これ怖いって。いやいやいや、ビューラー怖いって、ビューラー。そう、ビューラー、ビューラー、ビューラー怖いって、お前。いや、安心してください。はいはい、ゆっくりだ。そう、動いちゃう。ゆっくりな。あお前もうビューラー怖い。ね、俺も俺もやめて固定させたいの。お前が急に動くの。そのままついてるんだったらもう全部抜けちゃうんだから。頼むぞ。頼むぞ。頼むぞ。お前なんか両手でこう来るの。じゃあこれ一旦やめます。ああ、モノボケや。あ、モノボケ終わった。あとこのカテ。カテ。あ、ケイトね。これさっきの鼻のやつ。はいはいはい、鼻のやつ。あ、先に僕は、いつも使ってます。あ違いを出そうとしてるの。最後に。そう、僕は最後。僕は最初に。あ、最初にやっちゃう人、ね。すみません。はい、めちゃくちゃ嫌いです。ここの穴の、この穴の浮いた部分からこう取る。穴の穴の、はい、一番使用感のある、はい、ところから、ね、ここでですね、はい、取りました、はい、これ一回こう耳たぶんにこう耳あ、ちょっと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 は見たくない20代には刺さらない耳ちょっとちょちょんでられてる。俺のイメージはあのワンピースなんですよ。笑ってんの？漫画の？はい。漫画の？はい。鷹の目のミホークっていうやつになってほしくって、バキバキなんですよ。ああ。ああ、十字架の剣も。そうそうそう。その人がめっちゃかっこよくて。うんうんうん、アイドルは。そう、なんかテーマを。いや、そう。ワンピースなんですよじゃないよ。俺の中のアイドルはやっぱりそこにたどり着くんで。いや、本当ね、バカって怖いし。どうなるか。すげえ。これで完結できる。あ、それ。そう。影で陰影でやってんだ。あ、陰影で表す。ああ、陰影はね、大切かもね、やっぱね。こう、はい、細くさしたりとかできるから、ね。同じとこ行きます、じゃあ。目つぶってもらって。はい。ああ、そう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 。うん。まあでもその辺やるよな。なぜ？なんで？陰影出てる。うん、陰影すっごい出てる。でもね、これやったら結構パキッとしていいんじゃない？すっごい出てる。お前、一番お前が悪くるわ。楽しいわ。お前が、もうちょっと触って。うわおもちゃ。おもちゃ。おもちゃなんですよ。おもちゃ。おもちゃなんですよ。俺はね、全体的にこういくんですよ。まさか俺はねってなる。そうそうそう。お前だけやから。ずっと。どうそう、あの、テーマ陰影なんで。手前めちゃくちゃ笑ってるけど間違えてはない。そすごい、あのこっちから光が当たって、うん、こっちはイケメンで、こっちはあ、そうかそうか、影が常に横から光が当たってるように。藤井風さんみたいな。なんかちょっと隠れたんだ。確かにまだちょっとやっただけだから、まあ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 、涙袋も僕に、ね、あ、さっき言ったさ。はい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 、あ、いい感じです、いい感じです、いい感じです。疲れた日のそのほうれい線とかを描いてないかも。ゴルゴ線とか。ゴルゴ線を描いてました。ゴルゴ線を描いてない。そう、まあでもそうか、こっちからライトは。そう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 、そう考えれば。これは何、うちは大体こう涙袋に塗ってます。あ、ふくっとさせる。ふくっとさせる。あ、さっき使われてたやつですね。こちらピンクのやつは、あ、なんかピンク足すことで自然さが出るっていうか、涙袋の。ちょっと自然にしていきましょうか。不自然ですもんね。こっから、はい、自然に寄せていくんで安心してください。じゃちょっとだけいいかな。はい、目閉じてもらって。うん、はい。普通さ、開けてもらうとき笑ってる。ずれたよ、ずれたー。もう開けてもらって、おー、いいですね。血色が足されました、はい、血色が血色が、はい、血涙流した後みたいな感じ。
血涙流した後どういうことなんだミホークでもないしアイドルでもないんじゃないそれ。いやでもマジでいい感じ MV 撮影には本当に。あ MV 撮影今後もあるからね。結構やっぱりその、うん、ナチュラルより結構ちゃんとするじゃないですか、うん、MV 撮影とか、うん、やっぱ今本当合ってます。マナタスさんがもうどっちのスタンスで言ってるか分かんないもう前突っ込んでいいのかお前による双方だとかいやこれ違うじゃろそうそうそう微妙なラインだそう微妙なラインどうしようかなって微妙なラインなんだと。あとアイシャドウ。これアイシャドウ。アイシャドウ。これアイシャドウですか。アイシャドウ。アイシャドウです。アイシャドウ。まあ目がね大切だから。これ一番最後のやつなんですけど多分ね。いや一番最初です。最初にこれだけしか使えません。そうだけで。そうなの。本当に使ってるし。そうもうテーマがブレブレだし。いろいろやってみよう。はい。確かに初めてです。いろいろやってみよう。最後。最後です。最後だよ。なんかチークとかね、いろいろなんかあれぞ、チークとかね、なんかチーク。ああ、これがアイライナーですか？あ、そうです。こっちが黒っぽいやつ。はいはいはい。でちょっと赤っぽいやつ。ああ、ちょっと時短でいきます。あ、ダブルで。うわ、時短してほしくないな。ちょっと。もうおもちゃなんだ。うん。あ、でも。あ、でもそんなことやられるよよく。ちょっと目尻をやっぱ強調させたいですね。うん、なのでいいか。どうだろう。あすごい。いいんじゃない？すごい。めっちゃいいですよ。芸術点は高いって感じ。ほら。わ。最後。最後。ほくろ。ほくろ。確かにほくろあったら。あなんか。で。そんなとこ。嫌なほくろ嫌なやつ。お前なんか場所的にお前宮迫さんなっちゃうこれ宮迫さんなっちゃうなんで宮迫さんなっちゃうここにほくろある宮迫さんなっちゃうまあでもなセクシーなほくろってあるからな。そうセクシー僕も今セクシーはここだから足してもいいかも。口のそう下らへんのがセクシー僕そうだよね。なんかそこかと違うそのここいい感じになってきました。これここまでいったらオリオン座にしたくなってきちゃいました。お前の大きくねなんかそのこうやってんのがなんか大きい気がするんだよ俺見えないけどなんかすごいこうなんかギリギリ大丈夫ラインですか。いやギリギリなんかギリギリいくんだよ。まあ、黒よりのああ本当まあでもかっこいいんだったらいいよ。かっこいいんだったらあ、オリオン座にされるぞオリオン座にされるんだどうかいいかできましたこれで、はい、これでもう20代、うん、いけますか。そうなめっすよいける確かに、うん、いけるかもしれん。そうなめっすそうなめってあんまそれ使うかな。そのショーとかはじゃあちょっと一応ととか陰影をね感じつつこっち影だなお前はあいじゃああの鏡一回見ていいですか。もちろんもちろん。じゃあはい見てみます。お願いします。お願いします。妖怪人間のもうベラいや妖怪人間のベラなのよ。でもこっちいいじゃん。あこっちはねやろいいだろ。やっぱりその赤入ってライブの時とかにたまにやってくれるようなあライブ系のここのなんかローライトもいい感じの確かに。ここがもうこの陰影がすごいからすごいもうチャリのチェーン変えた手で触ってめっちゃ油ついてる。おいここすごい宮迫広之宮牛宮城やんこっちあすあそこのちょんもんやな。名前何でしたっけ僕これデビューオリオンヒロキ。あオリオンヒロキでもこっちは良かったっす。そうこっち完璧な。じゃあちょっとメイちゃんもそうメイちゃんもいいっすか。うんもちろんやっていただいていいっすか。じゃあメイちゃんのこっちをはいマダスさんやってもらいましょう。お願いします。お願いします。よし行きましょう。肉ちゃま何しようじゃあメイちゃんは
それこそビジュアル系バンドとか。あー確かにビジュアル系わかります。なんかそういういけそうっすか。いける気がする。多分メイちゃんはポップで可愛い元気みたいなイメージがあるから、はい、その大人の色系みたいな。あー、はい、大人の色系ですか。オッケーオッケーオッケー、わかりました。じゃあ攻め攻めなメイクを攻め攻め。オッケーオッケー、お願いします。汗どうだ。汗幸せ。頑張ったんだな。頑張った証拠だよ汗は。緊張しますね。なんかね、まあ俺はこうヘアメイクさんにやってもらうの慣れてるっちゃ慣れてるけどな。はい、大人の色気。ライブでもあんまメイちゃんそういうメイクはせえへんか。そうっすね。うん、てかライブ誘ってほしい。うち行きたいんですけど。それは誘ってって言ったら誘ってくれる。いやもう全部来てくださいじゃん。よくどうしよ。でもうち、はい、一個、はい、その姉ちゃんからパクったことがあって。なんすか。何あのライブで、はい、なんか横にこう人形を折るみたいな、三人で踊るみたいなやってます、はい、あーはい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 、はい、あれうち作って自分で。マジっすか。姉ちゃんのを見てうちこれやりたいって。あれで3人、そう3人でメイクをしたいと思って、はい、姉ちゃんのを見て作って。マジっすか。そう参考画像で姉ちゃんを送って。そうこれやりたいと思って。いやもう昔からの伝統芸能ですからね、あれはね。いろいろやるもんやな。そうあれはパクったんだって。結構動くのむずいんですよねあれね。そう難しい。横にしか動けない。そうそうそう。ここで棒持ってるんだよね。そうそうそう。足にも。足も動かせるけどなんか難しい。そうなんですよ。俺も同時にこっちやってる。あもちろんもちろんもちろん。分かった、これで2人で攻めよう。うん、じゃあ2人で攻めよう。攻めちゃう。2人でやろう。あ俺もそっちの方が安心っす。安心安心っす。ほらもうあーでもあーでもメイクさんにやられる感覚にやっぱ似てますね。似たんだ。はい。ケロさん？大丈夫ですよね。あ、大丈夫。はい。かわいい。大丈夫。かわいい。かわいい。パン食えますかね。うん。それチークですね。あ、これチーク。あー、チーク。チークってやっぱね。なんすか。その後聞きたいんだけど。チークって。あの思いのほかチークの情報なの。ない。チークってなんだろう。うん。チークで色気を出してる。はい。あ、そう色気を。そう色気だから。アラビックヤマトノリに言ってます。それぐらいの面積なんですけど。言ってますよ。マータスさんは大丈夫ですか。あ、大丈夫ですよ。これ大丈夫。大丈夫。大丈夫。色気、大人の色気やろ。色気、色気。こんな気持ちだったんですね。いや、でも顔なんか、うん。あんだよ。大人の色気。大人の色気ですよね。そうそう、やっぱね、この辺がやっぱ赤みがあったらね。大人の色気ってどんな感じなんですか。エロス。エロス、そうそう。あおのおののエロスを今おのおのの、はい、表現してくれていると。むずいな、確かにむずいっすね。むずいっすね。これマスカラってめっちゃ黒くなります。うん、黒い感じの。この後、めいちゃん3本撮影あるんですけど、はい、あ、そうなんだ。このままでもいい。当たり前じゃないですか、だってゲロさんが俺のエロスを表現して。いや、やっぱかっこいいやつ言っていいよ。3本ある。これごめんなさい、弁償するんで使っていいですか。あ、もう全然、いや全然全然もうなんぼでも、エロスやもんな。そうそうそう、俺の中のかっこ、あ、これだ、これ正解。マジでマジで、このがっつりがっつり塗れるやつ。まあ、正月やし。そう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 。いや、俺の中でテーマがあるんですよ。おキングヌーの常田。ライブの時のキングヌーの常田さん。エロい。あのレッドブルの時の常田さん。もういいあのか、スパイアのベース。うわめちゃくちゃかっこいいよもう。いや俺やっぱりそのエロい男になって、うん、あのこうお姉さん系にモテたかったんですよ。おあ、じゃあ俺と逆だ。逆に30代とか、うんうん、ちょっとこう見分け40代とか50代攻めたい。はい。お前めちゃくちゃおもろいやん。いやでもなんか俺自信はできました。なんか本当。はい。これで
え、いいんすか俺なんか銀座シックスとか行って。ああ行った方がいい、うん、そう行った方がいいかも。いや常田だな、常田マジでしょ、常田さんだったら行くよ、なんか全体的にちょっと受け口だったね、こっちうちの領域ちょっとね、領域は不思議確かに、確かにめちゃくちゃ、めちゃくちゃそこうちなんですけど、めちゃくちゃめっちゃ熱いそれ、忘れんだよ私のだったのに。あ、常田さんもっと言ってるわ、すごいよ常田は、常田はすごい、常田すごいわ、負けて、おい負けてらんねー常田さん、すごいな、この辺まで言ってる。これライブツアーこっちにしてもらおうかな、常田だってかっこいいもん、うん、え、ちょっとそれいいですか。はい、もちろんもちろん、常田さん、常田で行く、常田で常田さんのあれちょっと待って、両面両面面常田、両面常田さん、あやっぱそう、もうテーマ大人の魅力ってやっぱ俺は常田さん主役されてると思うから。ブニュブニブニュリって言ったけど、ASMR みたいなね、もう ASMR みたいな、わーすごいぞ、そう何なんか、はい、あの奥行きが奥行き奥行きというか厚みというか、うわあ立体感がある、うん、いいね、顔にやっぱ立体感がある、立体感がある、立体感がある、このここにここにここにあって、いやマジいいじゃん、そうね、これをだからちょっともらってね、こう、はい、そっから常田さんやっぱりこうおひげがさすごくかっこよくてね、うん、メイちゃんに俺ひげ生えたらどうなるんだなと思ってた、はいはいはい、ツルツルだからずっと、そうあんま生えないから、いい、はい、いや今ヒゲ生やせたと生やせないからさ、あーそうなんですよ、うん、脱毛しちゃったからね、あーそうなんじゃん、そうかそうか、ちょっとごめんねおひげがね、いやお前ヒゲ生やしたい、なんか小栗旬さんみたいになりたいんだとかね、うん、思ってたから、手作じゃないかな、どうだろう失礼な、いや違う、うちのよあそっちだ、やばいやばい、入ってる入ってる、ここでやめとこうか、ここ一応もう、もう行けば一回いい、一回ごめんね、うちもそこ目指しとるからもう、 立体感ギブアップ、えっ一番不安なこと終わりでもなくギブアップ後ろリタイア、いやどうみんなかわいいね、うん、はい、ちょっと俺ら的には常田さんを目指してみました、うん、はい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 、そうちょっとあの申し訳ない、ちょっとうまくはできませんでした、やっぱ僕僕はね素人なんで、ああでもまあ一生懸命やった、うん、ちょっと、うん、まださんも一生懸命、一生懸命初めての経験だった、そう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 素材だけ取らしてもらっていいっすよ、ちょっと立ってもらって、お前の人格が変わってる時には誰かを、そっか、井口さん、井口さん、井口さん、いや誰かを初めて犯した罪は知る、歌うまい、うまい、うまい、うまいな、うまいな、じゃあ、出来上がりの鏡を見ていただきましょう、お願いします、失礼いたします、はいごめんごめん、マジでごめん、申し訳ない、ごめん、うまくできへんかった一生懸命やったんやけど、ごめん一生懸命ほんまにごめん、頑張ったけど空振っちゃった、二度と落ちないとかね、ナスディみたいな、こすっても取れないみたいな、当日引きずんの無理よ、いやでもなんかここは良かったんだけど、やっぱこの、うん、ここ行っちゃったからやっぱり泥棒みたいな、そうそう火薬だドンみたいになっちゃったあれマータスさんは、えなんで、えこれこっち回ったんでしょ、見ちゃったか、画像を見て、そうそう、つやさんね、目標はやっぱそこに、そう、つやさんもなんかもっと多分特殊なやり方があるんだ、うん、なんかマスカラがちょっと違うんだった、うん、違ったかもしれん、そうそう、マスカラじゃないかもしれん、ね、そこがマダニみたいなやつやマダニみたいなパンパンのやつやライターダブルやつ、落ちる、ポロッと落ちるそう、マダニメイク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 、ふざけんなよすごいよ人と認識するの時間かかった、確かにこれ AI すごい、こうなってしまいました、こうなっちゃいました、すいません、全然全然、ちょっと本当に多分俺が、はい、
俺が行ったから、うん、マータスさんは私も何かやってあげたいとってやってくれただけだと思うんですけど、ごめんごめんめいちゃん、ちょっと失敗してしまいました。結構満足って言ってます。あ、よかったよかったということで、みんな満足してくれたみたい。マータスさんも本当にお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっとまた何かあったらコラボさせてください。いや、もちろん。お忙しい中喋り足りてない感じが。そうなんだよ。そう、なんかこういう企画じゃんけゆっくり喋るの面白いと思うんで、お酒飲みながら。お酒得意だから。そうだわ、ちょっとまた飲みながらね。そう、いや、もちろんもちろん、はい、いや、ありがてー。なんかちょっとね、我々も緊張しましたけど、はい、緊張したんじゃん。よかった。ということで、本日のゲストはマータスさんでした。ありがとうございました。よかったよかった。メイちゃん大丈夫か。いや、もう最高最高。いや、ファン増えそうですよ、これ。いやーっとかな。ディープな人か。ディープ、ディープ、ディープ、一部の人に刺さりそう。そうだね。いや、もう分からへんねん、黒が。ウィンクしてるか、ウィンクしてるか分からへんねん。